珍しい組み合わせですね。初かもしれない。初コラボ。高校同級なのに。高校の同級生です。カズマが1年の時ね、全然友達できなくて。やめろそれ。省かれてただけ。省かれてるわけじゃないけど、お前が閉ざしてただけで。それあの5組に失礼だ。俺の親友たちだから、ね。ああそっか。じゃあ今日はね、秋も深まってきたということで。一番我々が大好きな。今日はこちらです。ねー。舞茸。舞茸。天然ですからね。天然の舞茸。これがですね、ちゃんと私。ひとしくんから聞いてきました。今日はね、我々二人でやらないといけないって。ついに来たよ、俺らがひとしを超える時が。そうだね、うん、黒舞茸と白と茶があるんですよ、天然の舞茸っていうのは、うん、その中でもひとしくんはね、この黒舞茸は茶じゃないんですか。これは黒なんです。いいやつってこと。そう、あのこだわりの強いひとしが OK 出してくれた舞茸で、これでもう一つひとしくんからヴィンテージコンビ、我々で一回やりましたね。これ実はですね、今年10キロぐらいしか取れてないんだって。昆布が。昆布が。めちゃめちゃ貴重らしい。アメリカ式の開け方で、ね。マンニットがめちゃめちゃくっついてるから。マンニットね。うまみの結晶。で、今日作るのはですね、舞茸ちょこっと天ぷらで、ちょっと味見して、炊き込みご飯作ります。ご飯も私が作った。新米です。一目惚れ。新米、天日の新米なんで、普通調整で乾燥するやつじゃなくて、わらがけって言って、かつので味もいいです。今回はこれを食べていこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。あぶあげない。贅沢ですけど、うわーお前贅沢やね。うまいぞ。まずはちょっと薄味で、これ黒でしょ、歯ごたえがいいんですって。なるほど。黒舞茸のジャキジャキ感。前ひろちゃん食ったやつはもう黒。ああれ前の時はカズマいなかった。そうカズマいなかった。じゃあまず天ぷらいきますか。天ぷら。これで何言ってんだ、軸が多いんだよ。あそうだ、3つしちゃった。じゃあ、ま、3つに分けてもらってもいいですか。分けました。はい。くらいこう贅沢にいきましょう。残りはご飯なんで冷蔵保存。じゃあ冷やしておきます。昆布マンニットインします。え、これさ昆布泥棒できなくない。切ればいい。さばけばいい。あ、なるほど。向きになっちゃった。今結構本気だったよ。真顔だったの。そうだね。嘘。焦った。すごい焦った。これさ。で、天ぷら粉を作っていきます。いつも通りのやつです。で、混ぜすぎるとグルテンが出てしまう、ね。この YouTube 人しか見てるから、ね。でも怒られるの数はあるから、ね。いいんじゃないですか。1個で。1個。はい。で、もう準備は完了っすね。油を温めていきますか。はい。油を温めていきましょう。はい。今日予習してきたんで舞茸を入れます。でまだ泡が大きいうちは水分が出てるんで、こうちっちゃくなってきたらいい頃です。予習してきました。どのチャンネルの動画見てきたの。チャコール F の舞茸の動画です。ちょっとね、油が温まるまで待ちで、これのコメント読みタイムで、秋何食べたいですかみたいな、リサさんからなんか栗のリゾットやってほしいってカズマさんに作ってもらって。栗拾いだな。でもファンじゃないけどカズマに作ってほしいんだって。ファンじゃないけど定期的にカズマさん見たいらしい。癖になる。いろいろあって、新米と秋鮭とイクラの親子丼。あ、最高にうまそうだ。何食うんだっけイクラ。イクラ好きじゃない。キジバトと鹿の血を使って料理してほしいです。それなんか無理だね。銀杏なんて。あ、最高だね。あったかいやつ食べたいです。湯気系とかホクホク系な感じ、それに柑橘系とか絞ってくれたらもうお腹いっぱいになります。すごい具体的だね。油がいい感じです。はい、うちこ、あの大きさのやつが生えてんだから、ね、森に。な、見たことねえよ。ちょっと食おうとは思わんよね、うん、うちの山にも生えてくんないかな。ちょっと温度チェックを。もうちょっとな感じだね。ちょっとソーテージってなんか本当食いそうだからやめて。さすがに舞茸じゃんけんね。舞茸じゃんけん、じゃんけん、ほい。俺使ったのに。ちなみにどれぐらい。ほい、しょ、これです。これこれ、これどうしようもない、負けたんだから。もう来た来た来た。これタケちゃんが勝ち取った巨大舞茸じゃんけん、一番立派なやつね。はぁ、入りきらんもんね。はい、出ちゃう。いい音やね。あー、うわ、いいね。はい、食べに舞茸のメニューも。やば、超いい匂いするもんね。はい、うわ、すさまじい、いただきます。はい、
うますぎる。秋を食べてます。これは秋を食べてますね。本当にね、歯ごたえも最高。聞こえる？このザクザク音。聞こえる？で次、カズマの危ない、ね、頼むよ。任せて、任せてって入れるだけなんだけどさ。じゃあ行きます。はい。うううう、もう待ってる。全部天ぷらでもいいぐらい。はい。はー、最高っすね。昔なんかドアップで台無しだっていうコメントあったな。あかっ。香りがすごいね。うん、っ、塩かけてもらって。うん。ちょっと分かんない。バカじゃねえよ。ではでは続きまして、舞茸ご飯。いいね。まだまだ腹減ってるしよ。全然全然。舞茸ご飯なんてどうですか。最高っす。最高でしょ。あげなーい。うざいより怖いね。どんぐらい細かくする。いや、カズマぐらいでいいんじゃないか。そんなでかくていい。ちょっとちっちゃくていい。舞茸はだしで炊くので、この後だしも引いてきますよ。マニットだし。いいね。はい、じゃあこれご飯で。ほら、すごい。こうやって広げたらもっといっぱいに見える、ね。水だし出たと思うんで。出てますね。じゃあそしたらそれをだし引いていきましょう。これ全部やっちゃっていいじゃん。いいよ。海のニュースも。亀の匂いしない。天ぷらの匂いが。で、3人それぞれ違う。そしたらペットボトルさばいてもらって、その昆布を入れて旨味を引き出してあげましょう。いい感じですね。おお、いっぱい出汁出てます。カズマ君、これにカツオ。わあ、いい匂いだね。ひとし超えれそう。もう超えている。はい、はい、うまんにっと。黄金色のスープ、ね、醤油薄口大さじ2の酒が大さじ1、だしが360。はい、これが大さじ2、大さじ1。ちょうどいいぐらいじゃん。ちょうどいいぐらい。入れます。はい、OK です。味見をしてみて。塩、塩炊いていきましょう。はい。あ、そうだ、忘れてた。入れていきますね。はい、贅沢。11じゃん、比率。やーば。米と舞茸の量一緒。でもこんくらいにしてほしいみたいよ。香りえぐいだろうね、これ。うん、よし、じゃあ炊いていきましょう。はい。美味しくなーれー。楽しみですね。はい。匂いやなー。ビガンスチーマーになる、これ。見えた？見えた。しんなりしちゃったね。やばいね。この一瞬開けるの匂いやばい。やばいね。舞茸畑にいるような感じ。ちょっと弱火にしようか。せーの、はい、はいはいはい。楽しみです。お腹ペコペコです。オープン。おー、素晴らしいです。うわー、いい匂い。これはすごいわ。すごい匂いしてるよ。すごい。じゃあ混ぜちゃって。うわー、お焦げもありますと。いいね。完璧な。完璧ですね。完璧ですね、これは。吉本の画面越しにうんうんとうなずいてる。うなずいてくれるかな。多分な。あ、ここがなって言われない。ゲニアマジやべえ。超いいニュースんだよ。うん。ちょっと奥開けちゃった。香りがいいね。いただきます。あのね、食感が全然残ってる。でしょ。うん、マジうまいよね。15億円だこれ。いただきます。うますぎる。新しい名言が出ました。香り松茸、味舞茸です。そうなりました。終わってしまうよ、もう。いただきます。名残惜しいけど。
風間くんとシュッシュって言って私からプレゼントです。サプライズプレゼントで、はい、おりです。今何食べたいですか？食べたい、マイタケ。引きずってるね。マイタケじゃない、キノコ何食べたい？マツタケ。まっすぐ食べてみたら、ちょっと開けてみて。新聞紙に入ってますよ。草が見えます。草だ。草です。草でした。初めて見たよ。すごいでしょ。松茸？そうです。マジ？国産の松茸です。出していい？いいよ。まずね、これ。はい、これ立派でしょ。立派だね。すごい匂いするでしょ。これ初めてだ、うん、で、これおー、開きの松茸。開きの松茸とつぼみね。あ、違うんだ。そうそうそう、開きの方が香りがいいらしい。え、これ何プレゼント？この前ね、あのひとしが聞かして、うん、あいつ食べてねえからちょっとあれしようっつって買ったんす。いいやつだな。いい匂いする。すごいでしょ。もうありがとうございます。見せてあげてよ、みんなに。初めて見た。大事にね。すげえ。初見。すごいでしょ。めっちゃ匂いする、うん、すごいでしょ、松茸の。こういう匂いするんだ。松茸のお吸い物の匂いだよね。下がればそれ。今日はあのさっきね、ちょっと舞茸やってましたけど、プラじゃなくて今度焼きで。あ、いいね。で、塩で食べるのと、ご飯もちょっとだしじゃなくて、うん、ちょっと塩だけで食べる食べ方をひとしくんから聞いております。いいでしょう。最高。今回はキノコパーティーですね。そう、パーティー。嬉しい。じゃあそれ始めていきますか。ありがとうございます、はい、じゃあまず開きの方をカットしていきますんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。ちょうだい。お願いします。すごいね、このね、香りをね、伝えたい。なんて言えばいいんだろうね。これ山中歩いてたらさ、この匂いするってこと？さすがにそれは無理。誰に言ってる？あなたたちしかいないですよ。じゃあまず、ご飯の準備して。お願いします、はい、重要任務だよ、これ。だよね、緊張するもんね、初めて。半分にして、タタタタタ。細切りなんだけど、細く、ほんと薄くしてほしいの。薄く。緊張するね。無駄にしないよ、でも。すんごいいい匂い。で、半分にして。ご飯分。うん、半分にして。で、立てて。うん、それで、うん。おぉ。こっちも。なんか俺らみたいな素人が松茸を料理していいのかって思っちゃう。でも料理してる普通の人みんな素人だな。関係ない。じゃあ最後ね、これ蒸らしで一気に入れるわけ。前と違って出汁で炊いてじゃなくて、普通に白米とお酒とご飯を炊いて、最後の蒸らしでバッて入れて、最後塩を振って食べるっていう、本当に松茸の香り爆発させるっていう食べ方をしようと思ってるんで、それはね、今日はやりません。なんで？俺が全部持って帰る予定だから。焼きいきますか、はい、焼きね。4等分。うわ、すげえ、こんな経験なかなかできないよ。大丈夫。で、これをさらにね、はい、香り嗅いでみてよ。口は俺は。うわー、いい匂い。じゃあこれ焼きね。松茸の焼きをやっていきましょう。来た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 。やば、初めてだ。出して。もういい？もういいよ。マジで腹減ってきたな。昼飯食ったの？食ってない。舞茸しか食ってないんだ。まだ昆布食ったんだ。あすごい匂いすんね。いやいや、楽しいです、育てていく過程が、ね、待てるね。でも待てるでしょ、うん、待て、おかわりチン。ほら、もうつゆが出てきちゃってる。松茸です。いただきます。佐藤君、感謝だね。人生初の松茸。はい、贅沢。うん、うまいっしょ。香りやば。やばいよね。めちゃめちゃうまいっすよ。何これ。歯応えがね、またいいよね、うん、すごいね。すごいっしょ。素晴らしい香りです、うん、うまい。もうちょっと
うん、マジうめえな。うん、出てくる汁がうめえ。うん、松茸汁やばいね。ご飯に行きます。あ、楽しいんですか。暗くなっちゃうよ。まずご飯を入れます。で、今回だしで炊くんじゃなくてお水とお酒で炊きますんで、はい、で最後に蒸らしのタイミングで松茸を全投入します。ここからね、香りがすごいです。火が入った瞬間ぐらいで食べるから。ウェルダンってこと。レアです。もうちょい、もうちょい、はい。で、お酒1で、これで炊きます。塩とかは大丈夫？大丈夫、最後に入れます。じゃあそれで米を炊きます。だしを使わないですからね、今回松茸。松茸本来の味。いいね、はい、よいしょ。強火でやってください。本気強火、こんくらいです。本気だね。やばいです。やばいやばい。寒いしね。あ、もういいっすね。もう蒸らしっていう。どのタイミングであれ入れるの？その蒸らしのタイミングで。オープン。うわ、ツヤツヤ。ティヤティヤ。ティヤティヤだね。ティヤティヤ、もう白飛びしすぎて。じゃあこれに松茸ガンガン入れちゃってください。うわ。うわ、贅沢ですこれは。贅沢です。素晴らしい。1ミリも無駄にしたくない。塩少々。さあで火を通しますんで。よく混ざるように。はい。うわ、匂いすげえ。香りね。香りって言えねえのか若者はっていうコメントあったとか。うるせえ。じゃあちょっと蒸らします。ちょい蒸らし。はい、はい、じゃあいきましょう。それいいですかね。はい、香りを楽しみたいね。ちょっといいよ。はい、うん、おお、素晴らしい。食べちゃってくださいよ。うわー、お前贅沢やね。やばいぞ。まずはちょっと薄味でね、うん、松茸の味をね、ひとしくんありがとう。だね、隣でごめんな。この匂いとこれを見てしまうと。うん、いただきます。うん、うまっ。突き抜けるよね、香りがね。いただきます。これの香水が欲しい。ピッツドリブルみたいになっちゃった。塩でね、調整してもらって。塩かけたらまた爆発しますよ、塩だったんだよね。塩うめえ。塩うまいわけじゃない。元がうまくて味が濃くなっただけだ。なるほどね。塩うめえはおかしいだろ。日本語が下手くそだな。いや、これうまいな。すごいわ。うん、これうまい。嬉しい。完璧だった。うん、全部うまいね。米も、松茸も。はやっ。だしで食うのもいいけど、よりあれだね、うん、何にも邪魔されないというか。松茸を楽しむんだね、これ。ずっと松茸だもん。松茸、松茸。この秋を感じながらね、食べる。秋の味覚、最高ですね。ここで一句、カズマ。秋寒し、そう思ったらいい感じ。キングも知らないの、お前。あ、そうだね。秋って直接言わないよ。松茸よ、こんなご立派。いい感じ。添削されまくりです。これも5分でした。しょうがないよ、うまいんだもん。おかわり。こんにちは。ちょっとした後ろ向いて、なんか向いて。お、同じ聖地巡礼してんじゃん。同じ場所で。ずっと今日この。